はい皆さんこんばんは今日はですねワイヤレスマイクそれのピンマイクですねそのお話をしたいと思います今日はそのマイクが届きましてマイクというのはこのように胸に取り付けてますワイイヤレスマイクです今しゃべっているのもこのマイクを通じてしゃべっていますごそごそやってみましょうはいごそごそやります こうやってワイヤレスマイクを購入したわけです。マイク腐るほどあるのに購入したというのはですねやはりワイヤレスの利便性とですねそして今画面に表示しましたロードのマイクロフォンですねワイヤレスプロという新しいマイクロフォンが出たということを YouTube で見ましてですねこれはいいなと思ったんですが価格が6万2000円とですね ちょっと簡単には手の出るような金額ではなかったんでよく似たものでまずまずのものがないかなと思って調べまして、まあ、これにたたどり着いたわけですこの価格帯のものもう少し安いものから2万円ぐらいまでのものがあるんですけれども僕が注目をしたのはですねこういうケースにちゃんと入れれてそこで充電ができるということとそしてこのようにパソコンにも iPhone、スマホそしてカメラですねそれらにうまく使えるということもあってお遊びというよりも仕事にも使えそうだということで買ってみました買ってみた結論から言いますと僕は満足しています。何が一番の自分の決め手かと言いますと遅延ですね。音質はまあ若干許せるんですけれども遅延があるかないか。 それがとっても気になります。このようにワイヤレスで喋ってもですねヘッドホンをしていてもループして回ってきた音がそんなに遅延なく聞けるのでゼロとは言いませんが僕の許せる範囲だったので結果的に気に入っていますじゃあちょっと他のマイクとも比較をしましまょう。次にやるマイクですがすごく安い中華のマイクです 2、3000円で買えるコンデンサーマイクですが有名なメーカーブルーのデザインを真似したようなデザインになっていますこれ単体でレコーディングとかをしてみてもできなくもない程度の許せる範囲の音なんですが多分今喋ってる今回のワイヤレスマイクよりも音質は落ちるんじゃないかなそしてやっぱりノイズが多いんじゃないかなと思われますやってみましょうはい これがそのマイクで喋った音です。ボリューム感とかは若干合っていないかもわかりませんが、このマイクはこんな音質です。ちょっとノイズが高いんではないかなと思われます。僕もまだちゃんと聞けていないのでですね、終わった後にテキストで皆さんに自分の感想などもコメントを入れようと思っています。これが比較の2つ目のマイクです。 はい。これが三つ目のマイクです。フードが被っていてどんなものかは皆さんにはよくわからないと思うんですけれども、真空管コンデンサーマイクです。ですから、マイクの中では最高級の部類に入りますが、かといってノイマンのマイクほど高くなく、僕は10万円前後ぐらいで購入した覚えがあります。マイクプリもちゃんとついていまして、真空管を ぬくめて喋るような、そんなボーカル録音用のマイクです。あまり反響がないように、このようにスポンジの吸収台をはめてやっています。エアートロンというところの PF8 という、まずまず有名なこのボックスですけれども、この頃はこれも安く中華のものが出ているようですけれども、そんなに品質差はないと思いますが、 このマイクですね。プロフェッショナルなボーカル用マイク。これで今は喋っています。どれがいいか、録音を終わった後楽しみなんですが、まあこういう風にやっています。はい。これでノイズキャンセリングができている状態です。マイクテスト、マイクテスト、どうでしょうか。ノイズが消えましたでしょうか。もう一度ノイズを外してみます。はい。 これがノイズキャンセリングしていない状態です。はい、緑色になりました。これでノイズキャンセリングができている状態です。まあ、ボーカルを取ったりするのにはこれは良くないんですが、トークの時ってノイズが気になるので、ノイズキャンセリングができたらいいんじゃないかなと思います。今日はですね、Amazon で購入しました約12000円の マイクですね。ワイヤレスで2つのトランスミッターがあって、そしてレシーバーが1台で2つのメーターが同時に見れるというような、そんなこじんまりまとまったワイヤレスマイク、特にピンマイク的に使う用途が多いと思うんですけれども、これを皆さんにレポートしてみました。それでは今日もご視聴ありがとうございました。またね。